かなり塾としては NG なことをちょっとやっちゃってるよ。そこそこ闇が深い場合もある。何頭いいアピールしてんだよ。ルトワックがヤバいというよりかはこのルトワックの飯田がヤバいんだなってことが分かりましたね。下の名前で呼んじゃうんですよね。てか田中ハンナさん芝居うますぎくね。黒木先生のモデルは実はオレンジ先生なんじゃないかっていうね。え、もうバラしちゃうの。はい、どうもこんにちは、オレンジ先生です。よろしくお願いします。今回は中学受験ドラマ2月の勝者絶対合格の教室第3話のレビューをしていきたいと思います。さあ、このシーンは2月の勝者のメインとなる大風ゼミナールの職員室のシーンなんですけれども、ここではまあ職員会議ですよね。桜花ゼミナールに所属している6年生の生徒情報をみんなで共有しようみたいな会議なんですね。でそれぞれのクラスの、誰々さん誰々くんはこういった過去があってとか、こういうところを第一志望としていてとか、偏差値はこれぐらいでみたいな、そういう一人一人の生徒情報を全員で共有するっていう会議なんですね。でこういう会議自体は実際にね、どこの塾でもあるとは思うんですけれども、このシーン実は結構危ういところがあるんですね。ちょっとクイズです。このシーン、そういうね会議のシーンなんですけれども、どこがまずいかわかりますか。実はこのシーン左上をご覧ください。これねちょっとね小さいから分かりづらいかもしれませんが、この左上拡大してみましょう。はい、ここですね。この窓ガラスの奥ですね。窓ガラスの奥に生徒がいますよね。これがまず結構 NG なんですね。なんでかというと、その会議の内容って生徒情報だよね。で基本的に塾においてこの生徒情報っていうのは生徒であったりとか、その保護者に聞かれてはいけない情報なんですね。もちろん個人情報保護みたいなこともありますし、例えばこの会議の内容がね、誰々くんがどこどこ志望でっていうのがもしね、この窓の奥にいる生徒に聞こえた場合に、第一志望校は誰にも言いたくないっていう生徒の第一志望校の情報が漏れてしまうかもしれないよね。でそれでなんか教室とかでさ、え、お前第一志望校どこどこなの、ちょっと上目指しすぎじゃねとかっていうことになりかねないわけですよね。だから例えばサピックスとかだったら小学校6年生の秋以降ですよね、志望校とかテストの結果っていうのは基本的に言わない聞かないっていうのを徹底していくんですよ。それぐらい生徒情報っていうのは小学6年生のメンタルに大きく関わってくることなんですね。もちろんね、生徒同士で教え合うとかっていうことはありますけれども、お前第一志望校どこなの、俺はねどこどこだよみたいな、これ生徒同士でのやり取りだったら OK なんですけれども、この会議の内容が生徒に漏れ聞こえてしまうっていうことがこれかなり NG なんですね。でしかもここ見てください、ここドアね開いてるんですよ。ってことはもう完全にこの会議の内容が廊下に響いちゃってるわけね。ってことはもうここにいる生徒完全に聞こえてるのね。これがかなり NG なんですよ、塾的には。でしかもね、これ後々のシーンでありますが、この大風ミナールにはね、上杉くんっていう双子のお兄さんが所属しているんですけれども、でその弟がルトワックっていうね、ライバル塾みたいなところの一番上のサミットワンっていうところに所属しているんだみたいな生徒情報もここで共有しているんですけど、結局それがここドア開放して生徒に聞こえちゃってるから、その前田カレンさんっていう人に聞こえちゃって、で自習室かなんかで前田カレンさんが上杉君に対して、ちょっとあんた双子の弟がルトワックのサミットワンにいるって本当みたいなことを聞くわけですよ。で上杉君的にはあまり触れられたくないことなんですね、それって。でそれでちょっと気まずい空気になるんですよ。ってことが起こっちゃってるんですよ、実際に。だからこの生徒のいる時間において、しかも扉を開放してのこの生徒情報共有っていうのはかなり塾としては NG なことをちょっとやっちゃってるよということでした。じゃあ逆にね、塾とかどうしてるんだっていう話なんですけれども、例えばサフィックスなんかではあまりこうやって大っぴらに生徒情報を口頭で共有するっていうことはあまりないです。もちろんね、校舎によります。例えばそもそも職員室が階が違うとかね、6階までが教室で7階はもう全部職員室とか、そういう風に扉さえ閉めてしまえば絶対に生徒とか保護者に聞こえないっていう環境の校舎であれば、その職員室内で生徒情報を共有するっていうこともあるとは思いますが、例えばもう1階のね、受付の奥に講師室があるような校舎っていうのも結構あるんですよ。の普通に生徒とか保護者の目が届く範囲に職員室があるっていう場合ね、そういう場合は下手したら聞こえてしまうじゃない。だからあまりそのミーティングの中で大きな声で共有するっていうことは基本的にないです。例えばミーティングペーパーですね、ミーティング用紙にちょっと書いてあって、こちらご覧ください、ここを一読しておいてくださいとか、名簿のところにねピラッと紙が挟まっていて、誰々くんこうこうこういう事情でこうこうこうなっていますみたいな感じで、そういう風に口頭で伝えるんじゃなくて文章で伝えるっていうことが、結構メジャーなのかなと思います。あるいは塾によっては生徒が帰った後ですね、例えば9時とか9時半、もう生徒とか保護者さんがみんないなくなって、で守衛さんとかがねちょっと鍵チェックしてきますみたいな時間で、最後のお別れミーティングみたいな、さよならミーティングみたいな時間の時に、誰々くんが宿題最近出していなくてみたいな生徒情報共有っていうのはありえます。だから夜にやるっていうのはあるんだけれども、この昼間にね、扉開けっぱなしでやるっていうのはちょっとないかなと思いましたね。さあ、そして話はですね、今回前田カレンさんという人が主人公になってきます。前田カレンさんっていうのは桜花ゼミナールでもかなり成績の優秀な子で、ほぼほぼトップの子ですね。それがゆえにですね、桜花ゼミナールの授業とか同じクラスの生徒たちっていうのがレベル低く感じてしまうと、トップだからね、だから物足りなくなってしまうと、っていうことでちょっとルトワックに転塾しようかなっていう風に考えるわけですね。
で、それでルトワークの体験授業にこれ来てる状況ですね。はい、でこれがルトワークの授業風景なんですけれども、結構ね突っ込みどころ多かったんで突っ込んでおきます。はい、まずねこのね教室内にルトワークのポスターがデカデカと2枚ね左右で貼ってある、これはねないかなと思います。まだね何月なんちゃらもしありますとか、まあ、夏季講習に向けてなんちゃらとかっていうポスターだったらあるかもしれないけれども、これよく見るとルトワークで女子学院合格目指すとか、まあ、ここねルトワークの、まあ、メインポスターみたいなものが貼られていますよね。いやもうみんなルトワーク入ってるからみたいな、このポスターの意義ってさ、ルトワークに入るとこんないいことがあるよみたいなことなんですけど、もうみんなルトワーク入っちゃってるからさ、その生徒たちにこのポスターをデカデカと貼るっていうのはちょっとね授業の邪魔にもなっちゃうから、これはちょっとないないかなと思いましたね。まあね、このドラマの演出上をここがルトワークなんですよっていうことを分からせるためにおそらくねこれ貼ってあると思うんだけどね。はい、そしてねちょっとこれ見づらいと思うんですけれども、ここにね図形が書いてあるんですよ。図形の問題がね、まあ算数の授業なんでしょう。でね、これ図形全部赤で書いてあるんだね。図形なんでわざわざ全部赤で書いてんのっていうのもちょっとツッコミどころですね。まあ普通は黒だよね。普通は黒で目立たせたいところを赤とか青で書くのが普通だと思います。あるいは図形ってねいろんな色を使うから、あらかじめ緑で書いといて、一番見えにくい緑で書いといて、その上から黒でちょっと分かりやすく目立たせる、そして赤青っていう順番に使っていくっていうのもあると思うんだけど、赤でいきなり書くっていうのはないかなと思いましたね。目立たせる重要な色をもうすでに使っちゃってるからちょっともったいないよね。はい、そしてまあこれホワイトボードっていうのはね、まあ授業としては普通なんですけれども、まあ一応ねルトワックっていうのはおそらく元サビックスであろうことですから、サビックスは全部黒板なんだよね。ホワイトボード一切使わずに全部黒板なんですよ。だからまあそういった意味ではまあちょっと違うかなという感じでございました。でこの後ね、前田カレンさんがこのルトワックに転塾してしまうんじゃないかみたいな話がね始まっていくんですけれども、でルトワックのねサミット1担当の灰谷純先生っていうメガネをかけたイケメンの先生が、この前田カレンさんとそのお母さんをこの塾内をね案内するみたいなシーンがあるんですけれども、残念ながらねちょっとね面白いシーンが原作ではあるんですけど、それがドラマではカットされていたので紹介したいと思います。はい、これがカットされたルトワックのシーンでございます。はい、これがね灰谷先生なんですけれども、まあ漫画ではねフェニックスという、ルトワックではなくてフェニックスという名前なんですけど、ルトワックがいかに成績上位者のためにある塾なのかっていうのをねいろいろ説明する中でこのどぎつい発言があったんですね。まあ流れとしてはね、このサミット1っていう一番頭のいいクラスが1階にあると、普通なんとなくの感覚だとさ、偏差値が上がるごとにさ階が上に行くような感じがするけれども、ルトワークフェニックスにおいては違いますよと、サミットクラスこそ1階にあるんですよっていうね。じゃあなんでかっていうと、当塾は災害時の避難経路までも成績の良い順に優遇してございますっていう風にね、だいぶこれやばい発言してますからね。まあ要するになんか災害、地震とかね、なんかそういう災害、大きい災害が起こった時に成績の高い人から順に助かりやすいようになっているっていう発言ですから、これはまあなかなか塾としてはやばい発言なんですけれども、まあそういったねやばさもありますから、ドラマではさすがにやらないだろうなと思ったらさすがにカットされてましたね。まあこれはなかなか大炎上のね可能性がありますからね、ドラマでやっちゃうとね。で一つだけ言っておきたいのは、一応ねこれ元はサピックスと言われているんですけれども、サピックスはこのようなことはないからね、これだけは覚えておいてください。僕は元サピックス講師ですけれども、サピックスではそもそもねアルファ1っていう、まあサミット1みたいな一番成績の良いねクラスがあるんですけれども、そのアルファだからといって1階とか、アルファだからといって上の階とかっていうことは基本的にないですね。校舎によるんですよ。確かにアルファが1階にあって、下のクラスに行けば行くほど上に上がるような校舎もあるし、逆に下のクラスが下で上のクラスが上っていうような校舎もありますから、そのサビックスの方針としてこのようなことはないということは誤解なきようということですね。はい、そしてねこれが前田カレンさんなんですけれども、この前田カレンさんのお母さんがですね、家で桜花ゼミナールの合格実績すごいじゃないみたいな感じで言うのね。そうすると、まあ、この顔でね前田カレンさんが、え、何勘違いしてるみたいな、情弱みたいな感じで言うんですよ。違うよママ、一人でたくさん合格したこの受かった学校名が書いてあるんだよと。まあだからこの桜花ゼミナール吉祥寺校のね合格実績を見ると、結構ね有名な中学校結構いっぱい名前が並んでるんですよ。でそこに1名ってなってて、あ、一人ずつねいい学校受かってんだって見えるんだけれども、その実は違って、めちゃくちゃ頭のいい一人がいろんな有名中に受かったんだよっていう話なんですね。でまあこのね塾の合格実績っていうのはなかなかね深いものがありまして、まあここにも書いておりますが、そこそこ闇が深い場合もあるということですね。もちろんね塾によって様々です。クリーンにね本当にレギュラー生だけ、年間でねレギュラーで取っている生徒だけのね合格実績を書いてあるところもあれば、例えば夏期講習だけ取ってましたよみたいなね生徒の実績も含めたりとか、まあここまではマシなんだけど、もっといくとテストだけ受けましたと、例えばオープンテストなんちゃらもしだけ受けましたっていう生徒情報も保存しておいて、その子が受かった合格実績も塾の合格実績として載せてしまう。要はレギュラー生じゃないのにもかかわらずレギュラー生の4
ように載せてしまうということですね。とか、まあ塾によってはね、特待制度っていうのがあります。まあ要するに授業料がね、免除されるみたいなことなんですけれども、こういった制度も要は合格実績のためなんですね。優秀な生徒、例えば開成とか奈良とかね、あるいは大学受験でいうと東大とか京大に受かりそうな生徒に、おいちょっとこっちおいでみたいな、君の成績ならうちの塾では無料で全部授業受けられちゃうから、ちょっとこっちに来ないみたいな感じで特待生扱いで招き入れて、で合格しましたと。でその例えば東大だったら東大1名っていう風に実績に入れると。まあ要はこの話も合格実績を授業料免除っていう形で合格実績を買ってるわけですよね。まあこういう風に合格実績っていうのはまあいろんな形があって、まあ当然ね、塾っていうのは来年度の生徒、その次の年度の生徒っていうのを入れていかなきゃいけないから、そのためには合格実績っていうのは一番セールスポイントなわけですよ。であれば、まあ塾もね、当然ビジネスですから、いろんな手を使ってね、合格実績をまあ磨いていくということですよね。でなんかね、よく見てみるとちっちゃい字でね、講習生も含まれますとかね、ちっちゃい字で書いてたりしますよね。はい、そしてね、前田花恋さんの物語なんですけれども、まあどうやらね、前田花恋さん塾ではすごくね、前田花恋すげーみたいな扱いをされているんですけれども、意外と学校ではそうじゃないという話です。実は前田花恋さん、学校では友達とか先生とあまりうまくいってないと。まあここのねシーンにもある通りね、これわかる人って言った時に前田花恋さんが手を挙げるわけですよ。はいはい、わかります、私わかりますっていう感じでね。でそうすると周りの生徒がこんなことを言うわけです。また前田だよ、何頭いいアピールしてんだよみたいな、まあ、ヤジが飛んでくるわけですよね。まあ学校とかだとね、やっぱりこの多数派っていうのがね、場を仕切りますから、例えばその学校において塾に通っている人が少数派であったら、まあこのような場合ですよね、少数派であったらそれがまあちょっと腫れ物扱いっていうかさ、まあなんかあいつ変だよねみたいな扱いをされてしまうということはありますよね。でしかもやっぱり中学受験っていうのは全体全国で見ると 10% だし、まあ東京においても4分の1 25% ぐらいだから、まあ比較的少数派になりやすいのかなとは思いますね、中学受験塾に通っている生徒っていうのはね。だからまあこういうね状況もありうるのかなとは思うんですが、僕はね学校の教師ではないから、このような状況っていうのは目の当たりにしたことはないんだけれども、どうですかこの動画を見てる皆さん、こういうことってね実際あるんでしょうかね。もしよかったらコメントで、うちの学校ではこういうことがありましたとかね、ちょっとあれば教えてください。はい、そしてその前田花恋さんがルトワックにね、もともと桜花ゼミナールなんだけれども、ルトワックに今体験授業に来ているというところです。でちょっと小テストかなんかあったのかな、それでテスト返されて、点数がどうのこうのっていう話なんですけれども、まあ最高点発表はわかるじゃん、最高点は98点でした拍手みたいなっていうのはよくあるんですけれども、ここの授業では最低点も発表したんだよね。この教室の最低点は62点ですっていう風にね。でその62点がこの前田花恋さんなのよ。まあ要するに ルトワックの一番上のクラスにはちょっとついていけてないっていう感じなんですけど、まあこれはなかなかどぎついですよね、最低点発表するっていうのはね。まあさすがのね、この元になってるであろうサピックスでもここまではしないかなという感じです。まあとはいえね、サピックスでも一人一人に点数を聞いていくっていうことはあります。デイリーチェックのね、まあ復習テストですよ、デイリーチェックの点数を一人ずつ名前呼んで聞いていって、何々くん80点でした、何々くん90点、何々くん、こうメモるためにね、点数をメモるためにこう生徒一人一人に聞いていくっていうことはありますから、まあそれを聞いていたらね、実質誰が最下位だったかとか、最下位の点数が何点だったかっていうことは分かるようにはなるんですけれども、とはいえですね、粒立てて最下位は何点でしたっていうふうなことはまあ言わないかなと思いますね。でしかもだよ、しかもこの最低点の62点っていうのが前田花恋さんっていう今体験入塾生なわけでしょ。でこれからサピックスにお金を落とすかどうかっていうのを決めるわけじゃん。でその子が最低点だったんだけど、でそれを最低点62点でしたって発表したらさ、普通の人だったらさ、うわーやっぱり私ここではうまくできないわと思って悲しい気持ちになって、最低点かってなって、やっぱルトワックはやめとこうってなるじゃん。まあこのね、前田花恋さんは相当負けず嫌いだから、まあそこまではいかなかったけれども、まあほとんどの小学校6年生はね、もう行きたくなくなるよね。まあそういった意味でこれルトワックっていうのはね、この前田花恋さん入塾させる気ゼロじゃんっていう風にちょっと笑っちゃいましたね。でサピックスでは結構ねこういうところを気使うんですよ。例えば新入室の子であったりとか、まあ、体験入塾っていうのはあんまりないんだけれども、例えば新入生とか、まあ、講習生とかですね、夏季講習から入りました、レギュラー取るかはまだ決めてませんみたいな生徒に対しては、あの気をつけてくださいねっていう風にミーティングで言われるんですよ。例えばその子が一番下の点数であっても、まあ、それを目立たせないように、みんなに気づかせないように、そこら辺はちょっとケアしてあげてくださいとか。だからいつもはねデイリーチェックの点数をみんなにこう一人一人聞いて回るんだけれども、例えば新入室の子がいた場合は聞かないとかね。で生徒にさ、今回聞かないんですかとか言われたら、いや今日ちょっと授業でねやることいっぱいあるから時間なくて、今日はねもうちょっと聞かないから自分でちゃんと復習しといてねっていう感じでちょっとねはぐらかすわけですよ。まあ、とか大体の平均点を言うときにちょっと低めに言ってあげるとかね。そんなこんなで結構この新しく入ってきた生徒に対してのフォローっていうのはね、厚くするように、まあ上からも言われるんですよ。だからそういう意味ではこのルトワークはちょっとめちゃくちゃだなと思いましたね。新しく入りそうな子が最低点なのにもかかわらず、その最低点をみんなの前で言うっていうね、なかなかだなと思いましたね。はい、でこのね右上にいるこの先生、ちょっとね覚えておいてください、ちょっとアップします。はい、この先生ね、この先生が最低点を粒立てたこのね前田花恋さん新入室になりそうな子を入れる気ゼロの先生だと覚えておいてくださいね、この先生ね。はい、そしてその前田花恋さんがまだね体験入塾
塾している時なんですけれども、なんとね、ルトワック自習室があるんですよ。でまあそんなこと聞くとさ、え、塾って普通自習室あるんじゃないのって思った人も多いかもしれませんが、このルトワークの元になっているであろうサピックスには自習室がないんですよ。でサピックスって中学受験の実績も、まあ、ナンバーワンと言われていたり、まあ、テキストが良いとかカリキュラムが良いとかっていういろんないい評判あるんだけれども、このね自習室がないっていうのが僕的にはね一番大きな弱点だと思うのね、他の塾と比べて。なんだけどこのルトワークにはなんと自習室があるんですよ。だからそのサピックスの一番大きな欠点を補ってるのね。だからもしルトワークが実際にあったらちょっとサピックス勝てないなって感じですよね。はい、サビックスの上位存在でしたと。はい、でこのシーンね、先ほど言いました、覚えてますでしょうか、この先生、この先生ね。はい、さっきのこのシーンのここに映っていたこの先生、この先生です。はい、この先生飯田先生って言うんですけれども、やっぱねこのルトワックの飯田先生がやばいということが分かりました。これね、質問教室っていうか、まあ質問対応の時にいろんな生徒がこう並んでいて、はい次の生徒次の生徒ってこう順番回してた時に、この前田カレンさんが来た時にね、あー君新入生の子かみたいな感じで言うのね。でこの発言、ごめん名前なんだっけっていうわけね。これはねちょっと塾の先生としてはねちょっとありえないかなと思いますね。で塾の規模にもよるんですけど、規模が大きくなればなるほど生徒の名前ってあんまり覚えられないんですよね。例えば20クラス以上あるってなると、まあそもそも1クラスで400人以上ぐらいはいますから、まず1人の先生がねその400人以上1学年を全員覚えられるかって言われるとそうじゃないよね。でしかもそれが3学年ありますから456と、そんなこと1000人超えちゃいますから、まあ全員覚えるってことはまず不可能だと。でプラスアルファ月に1回のテストでクラス入れ替わるんですよ。でしかも20クラス以上あったら結構移動が激しいのね。例えば僕がねアルファ4っていうクラスを持っていたとしても、そのアルファ4の20人っていうのはもう毎月結構変わるんですよ。で3回連続で同じクラスにいるなんていうのはもう本当に20人いたら1人か2人ぐらいなんですよね。まあそういう意味でもやっぱねレギュラーで持っているクラスといえど、なかなかね、まあもちろんね1年間持ってずっと一緒にいる生徒とかだったら顔も名前も一致するんだけれども、でもやっぱりなかなか全員のねレギュラー生とはいえ全員の顔と名前を一致させるっていうのはちょっと難しいんですよ。大きい校舎であればあることね。小さい校舎だったらもう普通に全員覚えられますよ。だってクラス間移動もそんなにないし、1年間ずっと同じ顔ぶれでやるわけだから生徒の数も少ないですから、まあそれは覚えられるんだけれども、やっぱね大きい校舎だと実際に覚えられないっていうことはあります。なんだけど生徒の名前を覚えていないということは悟られないように努力するんですよ。例えば授業とかだったら座席表をね黒板に貼って、その座席表を見ながら、はいじゃあ次何々くん、はいどうぞ答えてくださいとか、何々さん答えてくださいとかね、まあそんな感じで座席表を頼りにやるとか、そもそもあんまり授業中名前を呼ばないとか、まあやっぱりさ生徒によっては自分の名前を覚えてくれてないっていうことがショックな生徒もいるわけですよ。だからそう思われないように、たとえ覚えてなかったとしてもそれが伝わらないようにしていくっていうのが、まあ普通の塾講師じゃないかなと思うんですけれども、このルトワックの飯田は全面に出しちゃってるのね。ごめん名前なんだっけって言っちゃってるわけね。これはねなかなか無神経だなと思いましたね。まあだからさっきのね最低点を粒立てる話もありましたけれども、ルトワックがやばいというよりかはこのルトワックの飯田がやばいんだなっていうことが分かりましたね。でその前田カレンさんがルトワックの、まあ、サミットっていう一番上のねクラスのところでね体験入塾をねした結果、まあやっぱりねちょっとなかなかついていけないっていう部分が多かったんですよ。でそれでまあ前田カレンさんはすごく負けず嫌いだから悔しいっていう風にね、もう家でも夜中の1時過ぎてまでもうずっと勉強してたんですよ。負けたくないっていうのでね、ルトワックのサミットでも1番を取るんだってことで夜中までずっと勉強してたんですよ。でもねやっぱりこう分かんないところであったりとか、まあ要はまだ授業でやってませんから、先取り先取りでルトワックに追いつくために先取りで勉強していたら分かんないところもあると。でそのストレスがこういう風に出てきたんですね。はい、これねちょっと見づらいかもしれませんが、この鉛筆なのかな、鉛筆でこの太ももですよね、膝に近い太もものところをこうなんか引っかくというかね、まあいわゆる自傷行為っていうことになるんですけれども、その分からない悔しいっていうストレスがまあそういう風に出ていると。でまあ僕的にはね、まあこれを見た瞬間に思ったのは、あそっちっていう感じでしたね。ここのシーンもね結構この物語において重要なシーンだったんですけれども、原作ではねやっぱりねまあちょっと構想上ねなんかちょっと問題があるという判断でこういう風に変わったのかなという感じですね。はい、原作の方も紹介しておきましょう。はい、原作ではねこのような表現でした。まあ文脈は同じです。悔しい、わかんない、どうしようっていう、そのルトワックについていかなきゃっていうストレスが髪の毛を抜くっていうところに表現されていたということで、まあ原作とドラマでちょっと表現が違ったということですね。でまあね、どっちがあるあるか、まあそもそもあるあるではないですよ。そもそもまあ全生徒の割合でいうともう本当にかなり小さい割合ではあるんだけれども、その中でもじゃあこの髪を抜くのか自傷行為に走るのかっていうと、まあ中学受験塾においてはこの髪を抜くの方が、僕の講師経験の中ではこっちの方がよく見てきたかなと思いますね。まあでもねちょっとねこれドラマでやるにはちょっと過激だったのかなという感じでした。はい、やってまいりました前田カレンさんの物語。これは外せないでしょう。黒木先生のね謎の急なカレン呼びね、もうこれはね原作の時は僕も度肝抜かれましたから。まあどういう文脈かっていうと、まあ前田カレンさんがね、まあ、ルトワックに行ってもなかなかしんどいと。で黒木先生的にはやっぱり大風ミナールのね吉祥寺校校長ですから、
ルトワークに行こうとしている前田カレンさんを引き止めて、大風ミナールに戻ってこいよっていう風に言いたいわけですよ。で、その前田カレンさんのね、ちょっと悩んでいるところみたいなところにこう入り込んで、一番気にしているところみたいなのをフォローしてあげて、大風ミナールで待ってるよみたいな感じでね、締めて終わるシーンなんですけれども、まあ、それ自体はいいんですよ。それ自体は普通なんだけれども、何がおかしいかって言うと、黒木先生、基本的にはね、生徒の名前、大風ミナールにおいて、生徒の名前は全部上の名前で呼んでるんですよ。名字で呼んでるんです。しかもさん付け。まあ、ちょっとね、ドラマでは検証してないんですけれども、少なくとも原作では男子であろうが女子であろうが名字にさん付けっていうのが基本なんですよ。まあ、それぐらいその生徒との心の距離みたいなのを空けてるんですね。なのにもかかわらず、このプライベートで黒木先生とね、この前田カレンさんが出会った。で、そしてこの前田カレンさんがルトワークに行きそうなところを引き止めたい、大風ミナールの方に戻ってきてほしいという文脈において、下の名前で呼んじゃうんですよね。カレンにはトップが似合ってるっていう風にね。で、しかもこの風体ですよ。いつもね、かっちりと前髪をこのハードスプレーで固めているのにもかかわらず、このなんかね、くせっ毛のちょっとクシャクシャの髪先をね、遊ばせてる感じで、ネクタイちょっと緩めて、左手はポッケにいいんですよ。ほいで、おまけにイケメンときた。で、そんな人がさ、普段は前田さん前田さんって言ってさ、ちょっとなんかロボットみたいな無表情で喋ってるのにもかかわらずね、急に優しく、カレンにはトップが似合ってるとかさ、カレンの席はまだ空いてるよ待ってるよみたいなこと言われたらさ、そんなの前田カレンさんもちょっとね、心動いちゃいますよね。急にね、ここでね、ちょっと少女漫画みたいなね、雰囲気が出てくるんですね。まあ、ここら辺もね、2月の著者の面白いところでございます。で、このね、ドラマ第3話ずっと前田カレンさんのお話が続くんですけれども、てか、この前田カレンさん役の田中半奈さん、芝居うますぎくねっていうね、話。まあ、これね、実際ドラマ見た方ならわかると思いますし、これからね、Hulu とか録画で見る方ならわかるかもしれませんが、このね、前田カレンさん役のね、田中さんっていう方なんですけれども、芝居うまいっすね。まあ、もちろんね、皆さんの目から見ても、ああ、演技上手だなって思うと思うんですけれども、まあ、僕ね、実は芝居のね、勉強していた頃があって、まあ、そういう芝居経験のある僕から見てもね、いやー、やっぱね、上手だなって思いますね。もうほんとね、天才子役っすねっていう感じでしたね。はい、そしてね、黒木先生の少女漫画のイケメンばりのカレン呼びによってですね、前田カレンさん無事大風ミナールにね、戻ってきました。で、その後のね、大風ミナールでのシーンなんですけれども、これね、まあ一番上のオメガクラスの生徒たちがここ教えてっていう風にね、聞いた時に、この前田カレンさんがね、笑顔で、それはね、ここはこうやって解くんだよっていう風に教えてあげてるんですよ。これね、第2話を見た方ならわかるはず。この前田カレンさん自身のメンタルが変化しています。このね、前田カレンさんの笑顔の表情、さあ第2話です。前回はこんな感じだったんです。このね、まあね、芝居上手ですけれども、この冷たい顔で、なんで私があんたに教えないといけないのよっていう風にね、怒るシーンなんですけれども、まあこれがね、ちょっとメンタル上のストレスが解放されたことによって、このようにですね、まあ本来ある賢い生徒っていうのは同級生から質問されたらね、普通は喜ぶんですよ。そういう本来の姿にね、戻ったのかなという感じでございました。はい、そして小ネタでございます。黒木先生がイヤホンをして職員室に現れるっていうシーンがあったんですけれども、このイヤホン見てね、僕はピンときたんですね。これギャラクシーバッツプロじゃねっていう風にね、ちょっと僕は思っちゃいましたね。ほとんどの人はね、まあこの黒木先生が何のイヤホンしてるとかってどうでもいいと思うんで、まあ素通りしてると思うんですけれども、僕にとってはね、やっぱね、そこら辺はちょっと気になるんですね。なんでかっていうと、まあそもそもね、僕イヤホン結構好きなんですけれども、特にこのギャラクシーバッツプロ、なんと僕も普段使いしているという話でございます。はい、これね、別のシーンなんですけれども、もうね、全く一緒だよねこれね。はい、これね、これもうね、やっぱ僕は持ってるし使ってるからわかるんだけれども、このサイズ感で、そして黒の光沢感ね、このちょっとキラッとしてる感じ、もうこれはね、ギャラクシーバッツプロなんですよ。で、ちなみにこういうやつね。で、そういえばっていう話があるんですけど、そういえば第2話で黒木先生ね、スマホ出してるんですよ。加藤くんっていう、まあ電車オタクのね、生徒に対してこの電車の動画を見せるっていうシーンがあったんだけれども、そこでスマホ出してるんですよ、このスマホね。僕もね、これ見た時ね、ちょっとレビューしようかなと思ったんだけど、あまりにも細かいからちょっと飛ばしてたんですけれども、これね、ギャラクシーのね、 S20 というやつなんですよ。こういうやつです、こういうやつね。そうだから、スマホがギャラクシーだから、このね、イヤホンもね、ギャラクシーなんですよ。これもね、僕と全く一緒なの。僕はちょっと S21 ではないんですけれども、スマホもイヤホンもギャラクシーなのよ。いや、だからちょっとびっくりしましたよね。もともとこのね、2月の勝者のレビューを始めたっていうのは、まあもちろんね、中学受験の話題だから、僕もね、中学受験に関連している YouTuber ですから、まあそういう意味でね、始めたっていうのもあるけど、何よりのきっかけはね、この前髪なんですよ。この前髪の流し方が黒木先生と同じなんですね。それがこのレビュー始めたきっかけなんですよね。だからまあ個人的にはね、親近感あるんですよ。前髪こうやって流してさ、で算数講師でしょ、で中学受験の講師なんでしょ、親近感湧いてたわけ。しかも今回新たに一つ加わりました。全く同じイヤホンを愛用しているということ。まあ以前からね、黒木先生のモデルは実はオレンジ先生なんじゃないかっていうね、巷で噂されていましたが、その信憑性が増しましたね。これね、ギャラクシーバッツプロ一緒です。はい、そして第3話の終盤に入っていくんですけれども、いやいや、この第3話の終盤ね、結構秘密がね、
こう明かされていくんですね。まずこのねおじいさんなんですけれども、これは大勝ミナールの社長、白柳社長なんですけれども、その白柳社長が井の頭ボールで囲碁を打ってるんですね。でしかもそれ囲碁のお相手が、まあ、以前にもね紹介しましたが、その井の頭ボールのマスターの娘さんであるサラちゃんっていう方なんですね。でその囲碁をやってる時に、この白柳社長が、いやちょっと待ったって言ったら、サラちゃんが、いや待ったなしだからねじいじって言ってるんですよ。え、白柳社長サラちゃんのおじいちゃんなのっていう、これね原作読んでる人からしたらね、ちょっとみたいな感じになりますよね。なんでかっていうと、まあまだね、僕最新刊までは読んでなくて10巻までしか読んでないんですけど、でもねこのドラマのやってる内容ってまだ 2巻ぐらいなんですよ大体ね。だから僕だいぶ先まで読んでて、10巻ぐらいまで読んでるにもかかわらず、この白柳社長の素性っていうのはねまだ明かされてないんですよ。まあおそらくなんかあるんだろうっていうことはなんとなく匂わせてはいるんだけれども、具体的にどういう関係性があるのかっていうのは分かってなかった。だけれどもドラマではこの第3話にて明かされてしまうんですね。ただこれが原作でも同じ設定かは分かりません。なぜならばこのサラちゃんっていうのはおそらくドラマオリジナルキャラクターだから原作には出てこないんですよ、10巻までは少なくともね。だからまあ原作とは違う世界線に入っていってんのかなという感じはありますね。でさらに最後の最後、畳みかけるようにネタバラシなんですよ。あらあらネタバラシ早いのねって書いてますが、黒木先生がまあ大風味のある吉祥寺校のね仕事終わった後に髪をくしゃくしゃとしてね歓楽街に入っていくっていうシーンがまあ何度かあって、黒木先生終わった後何してんだろう、なんかちょっといかがわしいお店に行ってんじゃないのみたいなね、まあそういうシーンが何度かありました。でなんとこの第3話の終わりで、その黒木先生が歓楽街に行って何をしていたかっていうことが明かされてしまうんですね。でまあここにも書いてある通りに中学生とかに数学を教えているんですよ。でまあねドラマだけ見ている人だったら、あそうなんだ黒木先生いい人だなっていう感じで終わると思うんですけど、これ原作見てる人からすると、えもうバラしちゃうのっていう感じなんですね。原作では結構ね黒木先生何してるかは明かさないんですよ。まあ僕ね10巻まで読んでますけれども、10巻時点においてもまあね薄々は匂わせてるんだけれども、はっきりとね黒木先生がこのスターフィッシュっていうところなんですけれども、この歓楽街において何をしているかっていうことははっきりとはまだ描かれてないんですね。なのにもかかわらず、まあ、原作で2話ぐらいのね時間軸においてドラマではねもう明かしちゃってるんですよ。これはちょっと、もったいないなっていう感じですよね。黒木先生ってまあものすごく冷酷で厳しい先生、そしてお金になんか汚いのかなみたいな印象させておいて、実は優しい一面もあるんだよ、むしろそっちの方が黒木先生の本体なんですよみたいな、まあ、見せ方だったんですよね。だからこそその黒木先生の厳しいとかお金に汚そうみたいなところを、まあ、前半部分すごく濃く濃くね描くことによって、まあ後々ねこのスターフィッシュでの活動っていうのが生きてくるというような、まあ原作ではそういうバランスだったと思うんですけど、ドラマではねもう第3話でね明かしちゃったんですよね。まあねドラマって大体10話ぐらいですから、まあ10話でね物語を完結させるっていう意味ではね、まああんまりね後ろに引っ張ってもね仕方ないとは思うんですけど、まあとはいえねちょっと早すぎなんじゃないかなと思いましたね。まあ一つ考えられるのはちょっと炎上対策なのかなと思いました。まあ全国のねまあもう何万人何十万人っていう人が見ますから、その塾のね算数講師が歓楽街でなんかいかがわしいことをしているっていうのはね、ちょっとこう教育に悪いんじゃないかみたいなねクレームが来たりとか炎上になる可能性もあるから、まあそういった対策で結構早めにこういうネタバラシがあったのかなというのもちょっと考えられます。まあ実際のところはねもちろん分かりません。でこれと合わせて一つ分かったことは、まあ、原作とはちょっと視聴者の視点が異なるのかなと思いました。原作ではさくら先生っていうね女性の主人公の新人講師の方の目線で描かれる物語が多いんですよ。まああるいは生徒の目線とかね、黒木先生の目線で物語が描かれてくるのはだいぶ後半なんですね。まあほとんどないんですよ。だからこそそのさくら先生の目線で描かれるからこそ、黒木先生って本当はどういう人なんだろうっていうのが、まあ、分からない、つまりさくら先生と同じような感情のまま読者も読み進めていくっていう感じなんですけど、ドラマはどっちかというとなんかこう俯瞰視っていうかさ、さくら先生がこうしていて黒木先生がこうしていて生徒たちはこうしているみたいな、そういう物語を上から見ているようなね、まあそういう視点の違いがちょっと原作とドラマではあったのかなと思いますね。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。まあもちろんねドラマ自体もねすごく面白いんですけれども、やっぱりね原作と合わせてこう見るとね、あ原作ではこうだったけどドラマではこう表現したんだとかね、あるいは逆に原作のここは完全再現だなみたいな、こういうところもね楽しめますので、ぜひねドラマとか漫画とかまだ見てないよっていう人はね、ドラマまだ放送中ですし、まあ、Hulu とかでも見れますからね、ぜひチェックしていただいて、そして全ての原点高瀬真帆先生のコミックス、こちらもねぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、この動画良かったなと思った方はぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録まだの方ポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。